夏本番を迎えた大学のキャンパスで、小さな頃から願い続ける大きな夢を持った学生と出会いました。大粒の汗を流しグラウンドを走るラグビー部の大久保さん、社会で学校でひたむきに挑戦する彼らの一日に密着します。この番組は札幌学院大学の提供でお送りします。現在はラグビーに全力で取り組む大久保さんは、サッカー少年だった時なんとワールドカップに参加しているんです。日本代表の試合前に旗を持って選手を先導して入場するっていうフラッグベアラーっていうやつですね。もうすっごい数の観客の声援とかキラキラしてましたね。ちょっとこういうのやってみたいなみたいな、子供たちに夢を与えるというか喜ぶ姿を 見る立場になりたいなっていう思いはそこから辺から生まれましたね。世界の舞台で得た経験を今実現しようと勉強中。マーケティングって結構いろんな仕事以外にも結構活かされると思うんで、そういう意味では人を感動させるとかそういう意識が結構大きくなりますね。今ラグビーっていう、まあ、北海道ではあまり盛んじゃなくて、それが2019年に日本でワールドカップが開催されるんで、なんとかそれに携わって日本のラグビー活性化にちょっと貢献したいなっていう夢が今生まれ始めてますね。